はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 で YouTube に動画をアップロードする方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に必要な準備を行っていきますが、YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認、インターネット接続とネット回線速度の確認、PS5 と YouTube の連携、これら3つのことをやっておかないと YouTube にアップロードすることができないので注意してください。これからそれぞれについて解説していきます。まず最初に YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認についてですが、 YouTube チャンネルを作成していないと動画のアップロード、コメントの投稿、再生リストの作成といったことができなくなっています。さらにアカウントの確認も終わっていないと15分を超える動画のアップロード、カスタムサムネイルの追加、ライブ配信、コンテンツ ID の申し立てに対する再審査請求といったことができません。なのでこれから YouTube に動画投稿したいという人は必ず YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認まで行う必要があるので注意してください。ちなみに YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認のやり方を解説した動画を作成しているので説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次にインターネット接続とネット回線速度の確認ということですが、 YouTube に動画をアップロードするにはインターネット接続が必要になってきます。もしも PS5 のインターネット接続ができていないのであれば、説明欄にやり方を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。あとインターネットの回線速度を計測した時にアップロード速度が速ければ速いほど動画をアップロードする時間が短くなります。PS5 でネット回線速度を確認する方法を解説しておくと、ホーム画面の画面右上にある歯車マークの設定を選択し、ネットワークを選択します。次に接続状況の項目の中にあるインターネット接続を診断を選択してください。するとネット回線速度を診断してくれるので、通信速度アップロードという項目を確認してみてください。もしも契約している回線速度よりも明らかに低い速度が出ている場合は、ルーターの再起動を行ったり、ネット回線業者に相談して改善するようにしましょう。次に PS5 と YouTube の連携についてですが、これができていないと PS5 から YouTube に動画をアップロードすることができませんし、事前に連携しておくことでスムーズに動画をアップロードできるので前もってやっておきましょう。ただ注意点として、 PSN アカウントが18歳未満になっていると YouTube と連携することができないので動画投稿をすることができなくなっています。18歳未満の方でどうしても YouTube に動画を投稿したいのであれば、18歳以上になるまで待つか、18歳以上のサブアカウントを作成するか、 USB メモリを使用してスマホや PC から YouTube にアップロードするという方法しかないので注意してください。ちなみに説明欄にサブアカウントを作成する方法や、録画した動画を PC やスマホに移動させる方法を解説した動画リンクを記載しておくので、18歳未満になっている方はチェックしてみてください。それでは PS5 と YouTube を連携させる方法を解説していきますが、ホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にユーザーとアカウントを選択します。次に他のサービスとリンクの項目の中にある YouTube を選択してください。すると YouTube とリンクできる画面が表示されるので、アカウントをリンクを選択してください。するとこのようなブラウザの画面が表示されるので、自分が使用している YouTube チャンネルのメールアドレスまたは電話番号を入力して次へを選択してください。次に自分が使用している YouTube チャンネルのパスワードを入力して次へを選択してください。すると2段階認証プロセスという画面が表示され、先ほど入力したメールアドレス宛に確認メールが届きます。実際にメールの受信箱を確認するとこのような確認メールが届いているので、はい私ですを選択してください。すると PS5 側の画面が切り替わり、どの YouTube チャンネルと連携するのか選択する画面が表示されるので、動画投稿を行いたい YouTube チャンネルを選択してください。するとこのような確認画面が表示されるので、内容を確認して問題ないのであれば許可を選択してください。無事にアカウントとリンクできるとこのような画面が表示されるので、確定を選択して元の画面に戻りましょう。それでは PS5 で YouTube に動画をアップロードする方法を解説していきます。まずはホーム画面の中にあるメディアギャラリーを選択してください。するとこのような画面が表示されますが、アップロードしたい動画を選択したら、コントローラーの右上にある横3本線のオプションボタンを1回押すと、
このような画面が表示されるのでシェアを選択してください。次に画面左にシェアの画面が表示されるので YouTube を選択します。次にアップロードする動画の設定が行えるようになっていますが、タイトルには動画のタイトルを入力し、説明にはこの動画の内容について入力してみてください。ちなみに今回はテスト投稿を行うので、テスト投稿ですとだけ入力して進めていきます。次にタグについてですが、今回はテスト投稿を行うので初期設定のまま進めていこうと思います。ちなみにタグの役割としては、動画に関連するキーワードやスペルを間違えられやすいキーワードを入力しておくことで、検索などから自分の動画が見つけてもらいやすくなる機能となっています。ただタイトルや説明欄と比べるとその効果は低く、重要度も低い設定になるので、それを理解した上でも必要だなと思う人だけ入力するようにしてください。次にプライバシーについてですが、ここはアップロード後の動画を公開、限定公開、非公開のどの公開設定にするのか設定できるようになっています。ちなみに PC やスマホから他の投稿設定を行っていきたいので、今回は非公開に設定してやっていこうと思います。ここまで設定することができたらアップロードを選択してください。すると画面右上にアップロードが開始されたことの通知が表示されます。動画のアップロードが終わったら、 PC やスマホ、タブレットで YouTube を開いて動画がアップロードされているのか確認してみてください。ちなみに動画をうまくアップロードすることができなかった人もいるかもしれないですが、アップロードできない場合の対処法を動画で解説すると長くなるので、ブログの方で詳しく解説しています。もしもの場合は説明欄に記載しているブログの方を確認してみてください。ちなみに PS5 から YouTube に動画をアップロードする場合は、サムネイルの設定ができなくなっているので、動画内の一部が自動的にサムネイルとして設定されてしまいます。自分で作成したサムネイルに変更したいという人もいると思うので、 PC やスマホから変更するやり方を解説していこうと思います。まず最初に PC でのサムネイルの変更方法を解説しますが、一部のやり方はスマホやタブレットでも同じになるので、スマホやタブレットで設定したい人も確認するようにしてください。まずは YouTube にログインしたら、画面右上にあるアイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックします。次にコンテンツの項目の中にある動画タブをクリックし、アップロードした動画にカーソルを合わせてペンマークの詳細をクリックしてください。次に表示された画面を下にスクロールすると、サムネイルの欄があるので、縦3点マークのその他メニューをクリックして変更をクリックし、 PC 内から設定したいサムネイル画像を選択してください。サムネイルを変更できたら、右上にある保存をクリックすれば変更可能なので覚えておいてください。次にスマホやタブレットからサムネイルを変更する方法についてですが、 Chrome というアプリを使用すれば iPhone や Android、タブレットでも同じやり方で設定できるので、まだインストールしていない人はインストールしてきてください。実際に Chrome をインストールして起動したら、 YouTube PC 版と検索し、一番上に表示されているログイン YouTube スタジオをタップしてください。次にこのような画面が表示されますが、スタジオに移動をタップしてください。するとこのような画面が表示されるので、閉じるをタップすると PC と同じ YouTube スタジオの画面を表示させることができるので、あとは PC でのやり方と同じように設定していってください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。